これ日本選手に決勝残ってもおかしくないあのタイムですし、7レーンの野本選手も、ね、3月の世界大会日本代表ですから、うん、ほぼ日本選手ですよね。なのでこの中で、ね、どんな戦いが繰り広げられるのか楽しみですよね。ハイレベルな戦いが、ハイレベルなレースがこの後繰り広げられるということで、雨足もちょっとね落ち着きましたね。はい、あの降っていないのでこのままちょっとキープしてほしいなと思いますね。確かに中谷さんもさっきから、ね、あの中入ってる人が出たり、はい、大変でしょうしね。あの全然ずぶ濡れの方がなんとなく選手へのリスペクト感じるかなと思いながらも、はい、屋根の下に立ってもらいます。はい、さて、まあ、あのこの後 110m ハードルとしてね、はい、あの残りはもうあと3レースですね。そうなんですよ、これもうね、13秒、11秒、10秒しかないですからね。ですよね、はい、この後約30秒ちょっとしかもう楽しむ時間が残っていないという中で、ただ逆に言えば30秒ちょっとの世界で、全部であとは24人ですかね、はい、の選手がドラマや感動を見せてくれるというね、あのことが生まれるわけですよ。そうですよね、はい、それがね、この福井の地でね、はい、見れるというのはね、本当に貴重な経験になりますよね。はい、ぜひオーディエンスの皆さん楽しみにお待ちください。この後は男子 110m ハードルファイナルです。トラックは男子 110m ハードル決勝、日本記録13秒06、大会記録13秒25、2023世界陸上参加標準記録は13秒28。1レーン高橋祐介、北海道ハイテク UBC。2レーン横木大河、法政大学。3レーン豊田健、慶応大学。4レーン倉武ラシッド、順天堂大学。5レーン石川周平、富士通。6レーン高山俊也、全日本。7レーン野本修正、愛媛陸競。8レーン石田トーマス東、勝浦ゴルフクラブ。男子 110m ハードル決勝、
高崎東条順天堂大学13秒52。三着石川修平富士通13秒52。四着豊田健慶応大学13秒54。五着石田トーマス東勝浦ゴルフクラブ13秒58。6着横地大河法政大学13秒67。7着高橋雄介北海道ハイテク AC 13秒11。8着野本修正 FH 協13秒16。さあ序盤から飛び出した中山俊也13秒36でフィニッシュ。世界陸上参加標準記録を突破しています。男子 110m ハードル決勝結果確定です。追い風 0.4m で行われました。2着3着は同記録ですが